これはあんたの夢なんだろ。夢だったら何とかしろよ。ショパンさんの夢の中の物語がプレイステーション3で鮮やかによみがえります。夢と現実の狭間で今一つの運命が動き出す。ここはただ導かれるままに歩むのではなく、未来を自分で決断すること。何をむにゃむにゃ言ってるんだべか。サブイ様って何だったんだ。さまざまな人間模様が見え隠れする中、私たちは生きる意味を探り合う。今までに見たこともない素敵なシーンや衣装も登場します。俺の顔もスタンドまでだ。アレグレンドさん気をつけて。決められた時間でバトルフィールドを自由に動くタイムシェアドリアルタイムバトル、ネザースレイダー。うん、クレッシェンドさんやセレナーデさんも一緒に戦ってくれるんですか。夢の中で戦う魅力的な仲間たち。私もこの残り少ない命、みんなのために。ショパンさんはこれは自分の夢の中だっておっしゃいましたよね。本当に私の夢の中なのか確信が持てなくなってきた。トラスティが輝いている奴が損をするのか。そんな理不尽な世の中でいいのか。私の心に眠るトラスティの輝きで照らさなければならない場所が。ショパンさんの夢の中で迫られる運命への決断、きっとここには皆さんに何かを感じてもらう力が込められていると思うの。人間にとって一番大切なものは何であるかを。プレイステーション3トラスティーベル、ショパンの夢、ルブリーズ。9月18日、発売予定。予約キャンペーン実施中。